ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。魔理沙、私最近幕末にハマってるの。唐突だな、どんなことでハマってるんだ？具体的に何かってわけじゃないけど、一つ一つの事件がドラマチックで楽しいわ。確かに戦国時代とかとはまた違って熱い時代だよな。幕末なんて15年の短い期間なのに、たくさんの事件や魅力的な人が出てくるのよ。そうだな、確かにたくさんの事件があって本当に激動の時代って感じがするぜ。それじゃ今日は幕末の日本を揺るがした大事件を6つ紹介するぜ。本当？よろしくお願いするわ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。太平の眠りを覚ます蒸気船、黒船来航。まずはじめに黒船来航だ。そもそも幕末の始まりがこの黒船来航からと考えられているぜ。やっぱりこれが最初に来ないとそもそも幕末って感じがしないわ。黒船の来航とは1853年に、ペリーを特使とする2隻の蒸気船を含む、4隻の艦隊が江戸湾に現れたことを指すぜ。現在の江戸湾の浦賀のあたりね。そうそう、その頃の日本には、当然蒸気船なんかなかったから江戸の人はびっくりだったろうぜ。実はオランダから事前に、アメリカの艦隊が来るという情報が幕閣、大名の元に入ってたんだけどな。そうだったんだ、なんか突然現れたみたいな印象だったけどそうでもないのね。そもそも黒船来航まで18世紀末から国交があったオランダ以外にも、アメリカ、イギリス、フランス、ロシアなど列強が何回も来航しているぜ。なんでこのペリーの来航だけ有名になったのかしら。それは江戸の町に現れたという点と黒塗りの蒸気船というのがポイントだぜ。人が多いところに目立つ船が現れたってこと？もちろんそれもあるが、それ以上に技術力の違いを見せつけたっていうのが有名になったポイントだと思うぜ。その技術力の違いを見た若い志士たちが倒幕の原動力になるのね。そうだな、幕末の始まりとなる事件なことはあるぜ。この事件は今後の歴史にどんな影響を与えたのかしら？幕府から見たら祖方の鎖国体制を解いて日米和親条約を締結して、さらにアメリカから日米州交通商条約という不平等条約の締結を求められたことだぜ。その際に大きな問題となったのが朝廷の許可を得るかどうかという問題だ。従来は幕府が朝廷に対して政治の相談をするようなことはなかったのだが、開国という問題を抱えて朝廷に相談するんだ。朝廷はどういった反応だったの？朝廷は当時回答を保有したんだ。しかし当時野郎戦争でイギリスとフランスに清国が敗れたばかりで、次は日本だとアメリカに脅されていたため幕府は朝廷の許可を得ずに条約を結んでしまうんだ。誰がそんなことをしちゃったの？ここで出てくるのが大老井直輔だぜ。幕末の大老といえばこの人よね。この人が出てきたところで次の事件だぜ。井直輔の強権政治の象徴、安政の大獄。日米州交通商条約を朝廷の許可なく結んでしまったことと、将軍の後継者争いが絡んでしまい、幕府は南紀派と、一橋派に分かれてしまうぜ。それぞれの主張はどのように分かれていたの？南紀派は14代将軍に紀州徳川家の徳川義富を推している井伊直輔を筆頭とした、譜代大名や大奥が支持するグループだ。保守的な主張を行い、政治体制は従来通り幕府を中心とした独裁体制、対外的には開国を継続しようとする主張だぜ。一橋派はどんな人たちがいたの？徳川一門である御三卿の一つである一橋家の一橋義信を将軍に推すグループだ。一橋義信の父である前水戸藩士徳川斉昭を筆頭に水戸藩や尾張藩、福井藩といった徳川一族の審判大名や薩摩藩、宇和島藩のような開明的な外様大名が中心だぜ。こちらは幅広く集まっている感じね。審判大名と外様大名が手を組むというのも変な感じだわ。一橋派はそれまでの幕府の独裁体制を朝廷と幕府が合同で政治を行う公部合体へと変更しようとしたんだ。なるほど、つまり現在主導権を握っている譜代大名とそれ以外の大名の主導権争いだったのね。そうだぜ、霊夢冴えてるな。ふふん、私もたまにはやるのよ。話を戻すぜ。一橋派は内政面では協力していたが、外交的には外国人を排除するよう求めた攘夷派の徳川斉昭から、開国派の外様大名まで幅広く揃っていたぜ。そこは考え方が違っていてもまとまれたのね。まあやはり主導権争いというのが一番の理由だ。攘夷か開国かは大きな論点だが手を組めないほどではないぜ。それで安政の大獄といえば井伊直輔だから南紀派が一橋派を弾圧したってことかしら？本当に今日の霊夢は冴えてるな。手っ取り早く言うとそういうことだぜ。さすが私ね。とはいえ井伊直輔は単に一橋派を弾圧するだけではなく、攘夷を唱える人まで一斉に弾圧するんだ。その中には上は皇族、下は浪人、町人まで含まれているぜ。うわぁ、それは至るところから恨みを買いそうね。そうだぜ、特に大きな問題となるのは、朝廷と水戸藩と長州藩の恨みを買ってしまったことなんだ。それが次の事件の原因となるんだぜ。幕府権威の失墜、桜田門外の変。桜田門外の変といえば井伊直輔の暗殺事件よね。
そうだぜ、ここら辺から話が入り組んでいて申し訳ないが、少し安政の大獄の前の話に戻るぜ。日米州交通商条約を幕府が朝廷の許可なく結んだことに、朝廷は怒っていて幕府に謝罪と説明を要求していたんだ。しかし、幕府は無視したことからさらに朝廷は腹を立てて、水戸藩に幕政改革と攘夷の実行を求める内容の密勅を出したんだ。そんなことしたら幕府はすごく怒ったんじゃないの？幕府は怒るというより混乱したという感じかな。もともと水戸藩はかなり昔から尊王の藩として知られており、この密勅を実行すべきという意見もあったんだ。当然だが安政の大獄で水戸藩の処分が大きなものになってしまったのはこの密勅も影響しているぜ。そりゃ井伊直弼からしたら幕府転覆の危機だからそうなるわよね。ここら辺は難しいところだぜ。水戸藩の尊王攘夷派から見たら、井伊直弼をはじめとした幕府が天皇に歯向かう逆賊だぜ。確かにそういう見方もあるのね。でまあここら辺が桜田門外の変の発生の理由だぜ。さすがにこの状況まで来たら幕府もそのままじゃいられないわよね。当然だな、政治の責任者が暗殺されるなんて今までないからな。しかもその日のうちに江戸中に広まってたらしいからな。幕府内部の対立が表沙汰になってしまったのね。まあ事実上幕府終焉が始まったって感じたぜ。200年ぶりの内戦禁門の変。ここからは直接幕府の話ではなく、朝廷を中心とした京都の話が中心となるぜ。幕末を迎えるまでの歴史ではほぼ存在感のなかった朝廷が久しぶりに存在感を発揮するのね。そうだな、朝廷は日米州交通商条約の後、攘夷を実行するよう求めていたことは言ったが、その実行を行う勢力として長州藩とも手を結んでいたんだ。実は朝廷でも攘夷のやり方を直接の攻撃に求める勢力と、幕府に一任し、元の鎖国体制へと戻させたい勢力があり、一口に攘夷と言っても一枚岩ではなかったぜ。この時代は幕府も朝廷も考え方が割れていたのね。その中で桜田門外の変発生に伴い、井伊直弼がいなくなると元々朝廷と近かった一橋派は幕府と朝廷の関係修復のため皇女和宮の将軍への腰入れを行うんだ。井伊直弼が幕府と朝廷の関係に亀裂を入れた張本人だもんね。そして幕府との関係改善が進むと、新長州藩の公家と長州藩に対して、新幕府の朝廷勢力がクーデターを起こしたんだ。これが8月18日の政変だ。ちなみに新幕府の勢力のバックには会津藩や薩摩藩がついていたぜ。薩摩藩は最初から倒幕を行おうと思っていたわけではないのね。薩摩藩は割とコロコロと立場を変えているぜ。大まかに開国公部合体、尊王攘夷、尊王開国と推移している。まあこれは薩摩藩に限ったものではないぜ。で、話を戻して禁門の変というのは、この新幕府勢力のクーデターによって京都での勢力を失った長州藩が、京都に攻め入った事件だ。京都で戦争をするとかちょっと無謀じゃないの？実際長州藩も意見が割れていたそうだし、幕府側もどうにか回避しようとしていたようだぜ。だが、天皇が追討命令を出したことで幕府側も攻撃を行わざるを得なくなったようだな。長州藩の強権ぷりがすごいわね。ここまでの熱意と暴れ方をしないと新しい時代を作るなんてことはできないんだろうな。禁門の変についてさっくり話すと長州藩大京都にいる会津藩や薩摩藩や新選組なんかの幕府軍なんだが、兵数に違いがありすぎて長州藩は敗退することになるぜ。ここら辺から長州藩は過激な攘夷思想を少しずつ改め出して、倒幕を行うためにはどうすればいいのかというのにシフトし出すぜ。幕府軍が一つの藩に敗北、長州征討。禁門の変の敗北及び京都を戦火に巻き込んだことにより、朝敵に指定されてしまった長州藩に対して幕府は征討を行おうとするぜ。これは2回にわたって行われることになるが、1864年のものを第1次、1866年のものを第2次と呼ぶぜ。どちらも幕府が長州藩を征討しようとしたことには変わりないのだが、周りの状況が一変してしまうため意味合いが全く違うぜ。たった2年の間にそんなに状況が変わったのね。まずはじめに第1次長州征討だが、これは先ほどの禁門の変により敗れた長州藩の藩主及びその後継ぎに対して謝罪と罰するために行われたものだ。朝敵にされたって話だから周りは全て敵って感じかしら。そうだぜ、さすがの長州藩も多勢に無勢、戦争となっても勝ち目がないと判断したらしく、藩主の謝罪、主導した家老の切腹、責任者の斬首で恭順したんだ。この状況ではどうしようもないもんね。また、長州藩内で幕府への抵抗を続ける正義派と、幕府を絶対であるとして反対する俗論派による内戦が始まり、戦闘はせずに第一次長州征討は終了するぜ。長州藩ですら倒幕でまとまってなかったのね。こんな時代だ、みんながみんな意見が一致しているところなんか存在しないぜ。
続いて第二次長州征討までの流れだ。第一次長州征討は俗論派が長州藩内を掌握していたので、あっさりと恭順して終わったが、その前後に発生した内戦に勝利した正義派は幕府への抵抗の意思を示すぜ。そこで幕府としても黙っていることはできず、第二次長州征討を起こすことになるぜ。コロコロと状況が目まぐるしく変わるわね。長州藩の動きがコロコロ変わるのはこれからだぜ。長州藩は第一次長州征討後薩摩藩のことを殺族と呼ぶほど憎んでいたが、第二次長州征討を行うにあたって手を組むことに決めたんだ。薩長同盟ね。さらに最初期からの急進的な攘夷藩だったが、イギリスから大量の武器を輸入することにも成功したんだ。こうしたこともあり大幅に戦力を増強させた長州藩に対して、幕府側は第一次長州征討の頃と変わって状況がかなり悪化していた。幕府側はどんな問題を抱えていたのかしら。まず、ずっと朝廷から求められていた攘夷の問題で、幕府は棚上げを続けていたことから朝廷との関係に少しずつ亀裂が入るぜ。最終的には解決するものの朝廷内でも、幕府との関係を見直すべきという意見が増えていくんだ。また、再びの戦争となったこともあり、幕府側の兵士の士気が低く、長期の退陣であることも重なり食料の不足も懸念されていたぜ。でも兵数は全く違ったんでしょ？確かにそれはそうだが、最新の武器を装備して士気が高い長州藩と、旧式の武器で士気が低い幕府軍では兵数は問題ではなかったんだ。戦争の結果幕府軍は敗退することとなり、小倉藩に至っては長州藩から領地を占領されて、明治維新後まで戻ってくることがなかったんだぜ。もうここまで来たら幕府は完全に終わりね。日本を武力で治めている幕府が一つの藩に敗れるなんて。そうだな、というわけで最後になるぜ。江戸幕府の終焉、大政奉還。第二次長州征討が失敗に終わったことにより、薩摩藩は政局主導権を握り、先進的な藩士経験者によって政治を行う四公会議が開かれることになるぜ。これは薩摩藩がずっと求めていた公部合体運動の一形態であるが、この状況でも幕府の政治力の前にうまく進めることができず失敗に終わるんだ。幕府もかなりしぶとく立ち回っていたのね。よく言われることではあるが、最後の将軍である徳川慶喜が非常に優秀な人物であったことが、影響していると言えるぜ。14代将軍が徳川家茂ではなく慶喜であったら歴史が少しは変わったかもな。と言っても黒船来航時点から幕府の権威失墜は始まっているんだし、幕府はどうにもならないんじゃないの。確かに時期が変わる程度のもんだろうな。話を戻すぜ。四公会議が失敗に終わった後、公部合体を諦めた薩摩藩は武力による倒幕へと転換し、長州藩と動きを共にすることとなる。また、土佐藩からも一部で武力による倒幕を志す者が現れてくるぜ。このままじゃ内戦突入待ったなしだけど、本格的な内戦が行われた話は聞かないわ。それはな、土佐藩上層部の勧めによって徳川慶喜が政権を朝廷に返上します、と言って行われた大政奉還のためなんだぜ。大政奉還ってよく聞くわね。具体的にどういったものだったの？基本的には先ほどの通りだったんだが、幕府としても戦争して負けてしまう前に政権を返上することで徳川家の力を温存できると考えたんだ。また、朝廷は数百年にわたって政治を行っていなかったことから、結局幕府に頼らざるを得ないとの考えもあったぜ。幕府は作詞揃いだったのね。ただうまくいくわけもなく、幕府の力が温存することを嫌った一部の朝廷の供養や長州藩、薩摩藩などによって戊辰戦争が行われることになるぜ。すでに政権を返上したこともあり、あっけなく戦争は終わって徳川家の力もほぼ無力化されることになるぜ。大政奉還がやはり明治維新にとって最大の出来事なのね。そうだぜ、結局これがないと幕府が続いていた可能性も全くないわけではないしな。というわけで、今日の話はそろそろおしまいだぜ。どうだった今日の話は？幕末の流れがさっくりと知れてよかったわ。もちろん激動の時代だ。今紹介した内容だけでなく、他にも事件が発生して歴史に影響を与えているのは間違いないぜ。ただ、大きな流れだけを説明するとこの6つかなという感じだ。あくまで投稿者の見解によるものだから多めに見てもらえると嬉しいぜ。しかし本当に激動の時代だったのね。今の日本にもつながる大きな時代の転換期だ。これだけの時間で語るのは少し短すぎたな。もし今度もっと深掘りすることがあるなら詳しく教えてほしいわ。任せておけどこかのタイミングでもっと細かい話についても語るぜ。他の話についても教えてほしいわ。そうだな、面白い話が見つかったら今度また持ってくるぜ。皆さんもご視聴ありがとうございます。このチャンネルでは日本史の面白い話を今後も続けていきたいと思います。高評価、チャンネル登録、コメントお待ちしています。今後の励みになりますのでお願いします。それではご視聴ありがとうございました。